コマさんいたわ。なんだ、四角い池ってプールのことか。お前田舎にはプールないんか。俺の田舎にはあったぞ、プールは。さすがにたまげたずら、なんなんずら、このお池。魚が一匹もいないずらよ、謎ずら謎ずら。でもここで泳ぐと気持ちよさそうずらね。あ、魚じゃないんけど、いいもん見つけたずら、あげるずら。うわー、気持ち悪い。そうずら、忘れてたずら、この町のお寺もお参りするずらよ。帰りにお寺の近くも回って門限も見つけるずら。またずらー。次は寺か。は？カエルだ。これ雨しか湧かない的なやつじゃない？寝違える。今雨降ってるからだ多分。あー寝違えた、痛い痛い。こうなったらお前に八つ当たりしてやる。なんだこいつは。もらうぜお前のパーティーの一体。寿司か、オッケーオッケー。寿司ね、ちょうどね、何か買った。大トロね、ものすごく懐きやすくなる。弁慶、弁慶じゃねえわ、寝違える。俺と行かねえか。最高ケロを言うてるよ。左のワカメヒーラーなんだ。オッケー、まだまだ使わなくていいだろう。に、そう、この2番目。あー君たちか。G 技。暗いな。あれ遅かった。あーえ、なんでお前、もう寿司をあげてないじゃんお前には、昆布さん。お、でも妖怪大視点だ。ふん、勘違いするなよ。俺が負けたのは寝違えていたせいだ。これをあげるから俺が負けたこと言いふらすんじゃねえぞ。うわ、いらな。へいへい、カブトムシいるぜ。これはさすがに欲しい。この辺ならどこでもいけるだろう。オッケー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 。で、黒蜜やったから、よーし、日本と言ったらカブトムシだ。なんかこいつでかくね。これオオクワガタじゃない、違うかな。頼む、うますぎる。上がる、ゲームでもオオクワガタ上がるね。さあでは本日のガシャタイムです。なんと今日も3回しか回せません。泣いた。そんなんじゃ満たされねえよ、欲求が。あ、うわー、白だ。一番レアリティ低いやつね。お願い、今日は金色出て、今日は金色。あー白だ。あー、マジか、悲しい、悲しいよ。さあ、そしたらだいぶ捕ま…あ、まず25種類のご褒美。元祖ハチマキ。あー、元祖系のあれにダメージ与えるってやつかな。次は60種類。あ、魚でもあるんだ。なんか合成アイテムくれよ。ポイントを貯める。オオクワガタとか相当高いんじゃない。アブラゼミレア、もちろん売る。日暮らしなんかクエストで使う時あるらしい。ミヤマクワガタ2匹。オオクワガタ売るのえぐいかな。売ったろ、何体でも捕まえてやるよ俺が。で、これで1662ポイントゲットしたから、この愛の尺、合成のやつだね。これと爆音クラクション、これなんか合成できないかな。あ、そうだ、そう、絶好調ね、片割れも捕まえたのよ。これですごい強いヒーラーになるらしいから、行きます。くわっ！
最高潮。美しい。ランクは A、 スキル奇跡の鱗粉、敵の取りつくが効かない、強いな。極楽の術、威力80。これもしかしてあれか、これがヒールか。で必殺技はもちろん回復、取り付く全ステータスがアップする。ほう、なるほど、強えわ。ちょっと待ってくれ、カッパランク A なんだけど、しかもスキルが強い、威圧感、敵味方全員サボらなく、あ、敵もサボらなくなるのか、なるほどね。使ってみるか。冬にゃんから預かった牛乳瓶の蓋のメモによると、この学校には人魚の手がかりがあるみたいですね。人魚を学校に？人魚は海にいるんじゃないの？それがここには人魚本人ではなく、そのお友達妖怪がいるみたいですね。少し校内を回って探してみましょうか。むむむ、私の妖怪筋弟子の勘がこの辺りが怪しいと言っています。本当にここトイレだよ。あ、トイレじゃあれじゃない、花子さんとかさ、俊夫くんとかいっぱいいるよな。大丈夫ですって、私を信じて早く調べてください。ん？トイレの中か。男子メンジャー年岡。なんだこれ。ん？花子さんっぽくね？あら、花子さん、え？かわいい花子さん。はーい、花子さんでーす。嘘、本当にいた。あなたが人魚のお友達ですね。人魚がどこにいるか知りませんか？一応あれじゃない、トイレも水あるから、トイレに住んでるも視野だな、これ。教えてほしかったら、あたしと遊びましょう。え？校庭で待ってるね。結構内気な性格か。え、なんか、いっぱいいるけど。さあ、遊びましょう。私たちに鬼ごっこで勝てたら人魚姉さんのことを教えてあげる。1分以内に私たち5人全員を捕まえたらあなたの勝ち。この学校の中に入ったり校門から出たりしちゃダメ。それじゃ鬼ごっこ始める？簡単そうじゃん。はーい、それじゃ準備してね。1分ってことはあれだろ、よっぽど簡単なことだろ。あー、見えないところからスタートするのか。つか、トイレの花子、お前トイレから出んなよ。まずは野がっぱをワンパンして、あ、成仏しちゃった。うっ、危ねえ。土の子、こいつも現代にいたな。キュン、あ、やばい、キュンってしちゃった。俺の足が速すぎて。やっぱ小学生はね、足が速いとモテるからね。まさにそれだったな。え、どこにいんのこれ。え、あ、いたわ。あの、君だけかくれんぼすんのやめて。ねえ、これ角度変えなきゃ結構えぐいかもしんないな。え、こいつにとって誰だよ。死因理解だぞ。昔人形姉さんは悪い奴らに石にされちゃって、かわいそうだったから私が雲外教に頼んで、渚村の東にある海辺の洞窟に人形姉さんを運んであげたの。あそこは人魚姉さんのふるさとだったから。やりました、人魚の手がかりゲットですね。うん、渚村へ行こう。ありがとう花子さん。はーい、そこの坊主、ひょんなことを聞いてもいいかな。は、はい、何でしょうか。君、掃除機は欲しくないかね。え、掃除機、合成アイテムじゃない。そうなんじゃよ、蔵を片付けていたら使っていない掃除機が出てきたんじゃが、どうも使い方がわからんくての電源が入らんのじゃ。そこで隣町のリサイクルセンターに持っていくところじゃったんじゃよ。これなんじゃが、記憶水道。え、え、待って、これあれじゃん、さっきのさ、合成アイテム交換してる時にあったやつだ。1300ポイントぐらいの一番高いやつ、まさか手に入るとは。無料で、あ、これって妖怪に関係するかもしれませんね。おじいさん、これこれ欲しいかも。ほう、そうか、なんとなくそんな気がしたんじゃ。この年になると妙な勘が働くもんでの。運ぶ手間が省けて助かったわい。いえ、こちらこそありがとうございました。神イベントじゃねえかこれ。うわー、海の村だ。
ここの妖怪捕まえたら C にしよう。それ C にできんのかな、もうあのあれをウォッチランキングじゃなくてウォッチランク。ん？なんか遠くで光ってる。遠すぎて魚が何か見えねえよ、これ。早いぞ、でも。遠いよ、これちょっと釣れてんのか、これ。近づいてきてる？なんだこいつ。長い。海の釣りは長いのか。普通の川と違って。レアだ。スルメイカ。カサゴ。ボラ。ね、これなんか船釣りに連れて行ってくれるよ、おじさんが。大物が釣れるところまで連れて行くぜ。これワンチャンあれだぞ。マグロとかさ、そういうの釣れるってことじゃない？面白いサブクエだな、これな。釣りと虫取りちょっとハマっちゃった、マジ。このゲームちょっとね、釣りと虫取りおもろすぎるわ。ん？これは？あ、ここでやんのか。餌を巻かなきゃいけないかな、これ。あー、巻かないと、出てこない。やっぱり巻くね。はい。魚が餌に寄ってきた。いる。マグロ釣りて。やっぱりマグロが一番レアなんじゃないの？さすがにクジラとかは釣れねえべ。妖怪ウォッチの世界だからといって。マグロぐらいが限度だろ。あとサメとか。動物の森式で行くとね。そこら辺は、あ、エイじゃないこれ。エイじゃないね。エイっぽい影見えたよ。エイだ。ただこいつを大物とは言わねえぜ。イサキ、知らない。つか、ボラも知らなかった。カワハギ。アナゴ。やべえ、無限に釣れる。タイ。うわ、トビウオだ。イセエビ。あ、なんかマグロっぽいの来た。え、これも、これマグロじゃない？でかいよ。フォルムが完全にマグロなんだよな。すっげえ見にくいけど。これゴールじゃないか、これ。海のゴールじゃない？ね、もうさあ、いや、もう、サバ？サバだったな。マグロじゃねえか、さっきの。これなんか釣れなそうだね。マグロとかサメとかね。まだ序盤だからってことか？ダメだ。歩いてても妖怪の反応がない。これ多分ね、そもそも、ウォッチランクを C にしてないと出会えない説あるな。強化しよう。何すんだろうね、これね。いらっしゃい。そろそろ来ることだと思ったったぜ。いらっしゃい。そろそろ来る頃だと思っとったぞ。もっと強い妖怪と友達になりたいんだろ。もしかしてまた妖怪ウォッチを強化してくれるの？おお、わしに任せておけ。と言いたいところなんだがな。ちょっと話を聞いてくれんか？あー、サブクエストをやりつつみたいな感じなんだ。何か問題でもあるの？あ、わかりました。またすごい漢方がないんでしょう。もう世話が焼けますね、このおじいちゃんは。こら、わしを年寄り扱いするな。体調はバッチリだぞ。この前は年のせいで調子が悪いって言っていたのに。いやな、お前さんの力を試したいんだよ。力を試す？どういうこと？強化した妖怪ウォッチを本当に使いこなせるか確かめたいのさ。使いこなせないのに強化しても強い妖怪に襲われちまうだけだからな。まあ、それ確かに。まあ、試験みたいなもんだな。確かにその通りですね。ウィスパー、それ今俺言ったからね。でも何をすればよろしいのでしょう。そう構いなさんな。今から言う妖怪を倒してくるってだけさ。倒してほしい妖怪は、竹林のオンボロ屋敷にいる3匹。1匹目はカブトさん。2匹目は笑いねえ。そして最後におにぎり侍の3匹だ。え、なに？竹林のなんとか？行ったことないな。今のお前さんが力試しをするにはちょうどいい相手だろうよ。そいつらを全部倒してきたら、すぐに妖怪ウォッチを強化してやろう。うん、わかったよ。そうそう、その3匹だがな、そこらにいる妖怪とはちょっと違う。
同じ妖怪に見えても他とは違ってなかなか手強い奴らでな、どっしりと構えてるはずだから見ればすぐにわかると思うぞ。なるほど、油断はなりませんが吉沼くんなら大丈夫。さあその3匹の妖怪を早く倒しに行きましょう。ウィス。おお、カマキリ、どっしり構えてるって言ってたよね。だからもうオブジェとしてあるってことでしょ。あれ、ねえ、カブトだ、カブト、あいつと合体できるでしょ絶対。鎧さん、鎧さんと合体できるよ。だってあいつカブト探してるって言ってたもん。どっしり構えてるってこいつじゃない？おにぎり侍、これはどっしりと構えてないか。あー、こいつだ。君勝負するの？そう、全く笑えないわ。ここら辺でカッパの必殺技とか見とくか。プリチーの陣、素早さアップ。素早さアップってめちゃめちゃ強いな。攻撃速度も上がって命中も上がって回避も上がるんだもんな。最強クラスか。おお、水のないところでこれほどの水遁を。しかも取り付くと素早さが上がるんだ。ジバニアは今クソ強くなってるぞ。ふん、拙者と力比べでござるか。面白い、かかってくるでござる。おにぎり侍って何なのこいつは。こいつだけあの妖怪っていうかただのアンパンマンの世界線からさ巻き込まれてきちゃった人でしょこいつ。間違えてますよあなたがいる世界線。さあお次は座敷わらしだ。HP がだんだん回復。はーん、リジェネ的なやつなんだ。おにぎり侍が自分でお祓いをしたってやるじゃん。鎧さん、今お前の頭をあの仲間にしてあげるからな。完全体にしてやるからな今お前を。頭が群れてイライラするわい。うさばらしじゃ、顔を貸せい。強こいつ。あ、極楽の術、極楽の術見た今。50回復したぜ。で全ステータスアップでしょ。最高潮強いわ。でもカッパが死んでいく。回復間に合わないか。もっと素早さを上げた方がいいのかな。おお、全部倒してきたな。試験は合格、これなら大丈夫だ。あなたは任せな。お前の妖怪ウォッチを強化してやろう。やったね、ありがとう。さあ、一仕事やるか。ちょっと妖怪ウォッチを貸してみな。これ、ぶっちゃけなんかもう B もいけそうじゃない？まあ、50ダメージぐらいもらったけど、なんか C でとどまる俺の妖怪たちじゃねえ気がするけどな。これでワンランク上の妖怪出しが見えるようになったはずだ。おお、 S まであんのかな。やりましたね吉玉くん。これでもっと多くの妖怪と友達になりますよ。うん、すっごく楽しみだね。避けるだけなんだね。いらねえマジで。ふっ、ここが桜ニュータウンですか。この町の子たちは美しく可憐な子ばかり。これならば集めがいもありますね。あれ、君他の町から来たの？ええ、あるものを集めにね。はっ、君は？え、何、会ったことあったっけ？いえ、少し驚いたのですよ。君見えているのですね、妖怪が。うん、妖怪ウォッチのおかげだけどね。って君も見えるの？
ふっ、違いますよ。僕は妖怪が見える人間ではありません。なぜなら、妖怪そのものですから。君妖怪だったの？人間に化けてたんです。ウィスパー気づかなかったんだ。知ってましたよ。そしてこの妖怪はですね、おっと、名前は言っていませんでしたね。僕の名前は、キュービーです。お、キュービー？キュービーくんだね。おら、吉田ま、よろしく。おお、キュービーといえば最上位の妖怪の一人でウィス。最上位妖怪？ええ、その通り。ですが僕自身はまだまだ修行のみ。そしてある目的のために人の姿となり、この町を訪れたのです。あ、そういえば何か集めに来たって言ってたよね。それにしてもこの少年、お人よしそうな普通の人間ですね。彼をうまく使えば、あれを集めるのもはかどりそうだ。吉田ま、君ならできるかもしれない。僕のある目的のために協力してくれませんか？え、協力？おお、あのキュービーからの頼みなんてなかなかないですよ。もしかしたら友達になれるかも。これは話を聞くしかないですって。え、マジで？その最上位妖怪友達になれる？それで目的って何すればいいの？ふっ、やはり乗ってきましたか。なんとも普通なリアクションですね。僕の目的はワンランク上の上級キュービーになること。そしてそのためにキュン玉を集めているのですよ。キュン玉？この玉です。見たことない。何ですかこれ、見たことない玉ですね。キュン玉は人を夢中にさせたり、キュンとさせると出る不思議な玉。そしてこのキュン玉を100個はきつい。なるほど、100個集めると念願の上級キュービーね。あ、キュービーが出す。あー、なるほど。チャラ男なのかな。あ、10個も集まれば OK？ もう結構簡単そう。こんなやつさっきまで分からなかったのに。人任せんにん。へえ。寿司か。なんかもしかしたらあれかな。今ね、ずーっとこのおにぎりと、兜さんをテイムしようとして周回してたんだけど、なんか急にこいつ出てきたぞ。なんだろう、レアなのかもしんないね。ないの？あ、経験値なんかめっちゃ高いかも。来い。ああ、来ない。うわー、やっと来た。一番高いおにぎりを10個食わせてやっと来た。もう見事でござった。ぜひ友達になりましょうぞ。このアンパンマン野郎め。おにぎり侍。おにぎり侍。ああ、なに？ああ、来たわ。人任せんに。お主とならいろいろ楽そうじゃ。連れて行ってくれんかの。こいつがあれなんじゃないの？なんとか老子みたいになるんじゃないの？違うかな。人任せんに。おや、よく来たね。駄菓子もくじもいっぱいあるよ。おいおい、キュービーさん。キュービーさん。おほほー、これで一つか。嫌いよ。友達になってやるよ。お前なんか嫌いだけどな。おにぎり侍 D ランク。腕前は普通だが、なぜかめっぽう鬼には強い。鬼と渡り合える力を持つ数少ない妖怪とされている。ひもじいの大のお気に入り。いや、ひもじい食いたいだけだろこいつのこと。ガチアンパンマンじゃん。昆布さん E ランク。わかめくんの踊り仲間、最高の階層は昆布だとプライドを持っており、わかめくんをライバル視している部分も。知らんでよ、どうでもええわ。
最高潮 A ランク、取り憑かれた人は経験したことがないような最高の調子になる、誰もが探し求める蝶の妖怪、神妖怪なんだ。嫌い魚 D ランク、人の悪いところを探してすぐに何でも嫌いになってしまう妖怪、尻尾の針線で嫌いなものを叩くのが趣味。意味わからん。ん？雨女と晴れ男？こんな奴らもいるんだ。ん？なんかクソでけえのいいんだけど。妖怪を見つけた。なんかサブクエやってたらとんでもないやついたんだけど。そなたたちか、屋敷を荒らす小アッパどもとやらは。うわあ！もしかしてこのお屋敷のボス的な。もっともわしはこの妖怪屋敷の主、つづらチュン太夫である。しかし母屋で騒ぎまわるどころか、わしの寝床まで荒らすとは不届き千万。しかもわしら妖怪を見ても怖がりもせぬ、無礼極まりないわ。いや彼らには見えてませんし、ただの子供の遊びですしね。いや、いくら心が広いわしでさえここまで勝手をされてはかなわん。そなたたち覚悟せいよ。ちゃんとしたボス戦だ。やべえ、サブクエでこんなことあんの。でもミミックもいる。これ仲間にできる？は？超強いんだけど。待て、一旦最高潮の回復使おうと思ったけど、やべえ、来ちゃいけないとこ来ちゃった。しかもジバニャンが取り憑かれたか。状態異常は治んないか。そしたら一旦ジバニャンのお祓いをするしかない。あ、鎧さんなら結構受けられんな。鎧さんで防御力を上げる。くそ、俺はカブトさんをテイムしたかっただけだろうに。で、弁慶、お前がどうにかしろ。とりあえず耳のミミックをやっつけてどうにもならん。クク刀、いった？あ、倒した。でさらに弁慶はスキルで敵を倒せば倒すほど攻撃力上がるから、今結構いい感じになってるよ。でカップ麺を鎧さんに食べさせる。で座敷わらしもいっとこう。あ、どっちでしょって言ってる。なにこれ、無邪気ワールド。よっしゃ、リジンにもついた。これでいけるだろう。ミス。あ、なるほど、どっちか狙わなきゃいけないのか。じゃあこっちのでかい方にする。何が起きるのこれ。当たりだ。おお、すごい。 OK、 とりあえずミミッキュー狙おう。ミミックか。なんかミミッキュって言っちゃう。取り付きされちゃったお笑い。で、この連打もね、なんか割りやすいところがあるらしいんだよね。だから、どこが割りやすいところなんだ、俺。いや、勝てる。普通に勝てる。あ、座敷わらしヒーラーか。ダブルヒーラーシステム、これ。ダブルヒーラーは逆に良くないな。じゃあ、こうだな。ここに弁慶を投下。あ、見て、ミミック倒した2体。勝てる。危ねえ、もう絶対勝てないと思ったけど、いけそうだね。あ、で、防御がね、あれだわ。切れたからもう一回鎧さんで、全体の防御率を上げる。え、つか、鎧さん強え。で、弁慶がお祓い。取り憑かれてるからお祓いして、もう一回弁慶を前線に復帰。これあれいけないか。 G技いけない。ちょっと待てよ。つつくはね、こっちの妖怪が取り憑いたり相手がサボってる時にやるっぽいね。あ、また来た。これもう一回左でいくわ。でかい方じゃないの。どう、外れか。
2体お払い、マジ？え、しかも復活したんだけど、ミミック。待って、溜めてる。やばい。お払い完了。待って、いや、これもう、スジラ、チュンダフ、狙うしかないよ。チバニャン、なんとかしてくれ。で、まだここ全開放するわ。弁慶死ぬな。耐えろ弁慶。オッケー、倒した。オッケー。おい、サブクエストの妖怪強すぎだろ。なんだよこれ。721だよ経験値。見たことねえよ。220ぐらいまでしか見たことなくない？これ仲間になんねえのかな？グドゥあれ？もしかして打ちどころが？いや、そうではない。感心しておったのだ。そなたたちの戦いぶり、あっぱれであったぞ。こわっぱよ。人間でありながら、よくぞここまで妖怪との絆を築いた。ありがとう。わしも少々気が立っておったな。コアッパどもの戯れごと的でな。まああまり大騒ぎはするでないぞ。屋敷には多くの妖怪が住んでおるからな。とはいえ久々に体を動かして満足したぞ。それではの、まあ、ボスだからもう仲間にはならねえか絶対。あらら、意外に話のわかる妖怪でしたね。なんか勝手に満足しちゃったけどね。はあ、この手のサブクエおもれえわ。これね、探検してたんだよみんなで屋敷を。なんてことねえサブクエだろうなと思ってたけど、まさかこんなことになるとはな。大ボス妖怪、大ボス妖怪か。うあっ、え、見えてるウィスパーが。なんで、なんで見えたのこれ。え、どうした。何このボクシング妖怪。今ね、カブトさんのテイムから多分1時間ぐらいかかってんだけど、もうやばいマジで。全然仲間にならん。これさ、確率の低さとかやっぱ妖怪ごとにあんのかな。だとしたらこいつ結構えぐいと思うわ。俺がね、一番最高ランクで野菜を用意できないっていうのがあるんだけど、一応2番目のやつなんだよね。これをね、ずーっと上げてるんだけど、全く仲間にならなくて。お金がね、なくなっちゃう。買えないもん。できるだけね、もう、あった妖怪はテイムしたいからさ、今なんかコレクター欲みたいなの出てきちゃって、テイムしてんだけど、もうお金の都合上でこれ、できねえよ、これ。頼む、仲間になってくれ、マジで。もう、こいつのせいであれだよ、今日動画上げんの21時とかになっちゃうよ。俺が高速編集で、どうにかしてももう21時よこれ。しかもね、カブトさんのね、分け率が低すぎる。そもそも全然わかん。ちょびっとあれなのかもな、レア妖怪なのかもしんない。どうすんのこれで。鎧さんと混ざらなかったらここまでやって。まあそれないと思うけどな。あの鎧さんと色が全く一緒だから、まあどう考えてももう生き別れなんだよね。導き、お前が導いたんじゃない、俺が導いたんだよ。野菜をよこさんかい。おっはっはっは、こっちに。
青唇。ヒヒヒ、妖怪スポットでご褒美ゲットと思ったそこの君に、寒くなるほど残念なアイテムをドーン。ああまあまあ、今お金ねえからいいよ。でなんで俺が上から2番目のタケノコでやってるかっていうと、タケノコ500円じゃん。で一番上の野菜が松茸1万2000っていう、まあ、ぶっ壊しちゃっててゲームが壊れちゃったから、これまタケノコでやるしかねえんだよ。マジ頼む、お金もうないです。よっ、あっ、あー、マジで終わってる。タケノコ40個だよ。カブトさんと俺40回エンカウントしてんだよ。イカれてる、マジで。カブトさん、あーマジきつかったわ。頼むから融合してくれよ、頼むよ、マジで。どんだけ時間かけてても、きたー、融合せよ。おお、幻魔将軍、幻魔将軍ランク A。 離れ離れだった兜と鎧が一つになり、現代によみがえった武将の霊、果たせなかった天下統一を目指している。幽体ガード、ガードしてる時弱点のダメージを受けない。はあ、よかった、マジで。ただちょっとね、今日ごめん、多分動画超短いんだけど、今から俺高速で編集しないと、もう21時過ぎとかになっちゃうから、ちょっと申し訳ない、今日短めで動画が。ただ俺じゃなくてカブトさんを恨んでください。